ね、はい、じゃあ決勝に出て、あの、いや、選手から決勝出て何位ぐらいに目標順位ぐらいですね、ちょっとご説明を、あ、じゃあ一人ずつですね、いただきたいと思います、ね、はい、皆さんおはようございます。はい、先ほど説明あった通りですが、あの井上ゴム工業株式会社様のご支援のもと、もう説明の必要ないですね、私と、泉拓選手が、アメリカで結婚することになりまして、その報告をということで、じゃないですね失礼いたしました。昨日から考えてたんですよ、内容で。もう一個、あのアメリカのね、テネシーノックダウンということですね、あの、まあ、ボクシングの大会って聞いてるんですけど、違いますね。それも違いますね。はい、ということで、あの、どっちが異質なのかは全然わからないんですけども、かなりハイスピード系の、あとエンデュールクロスも取り入れたような、はい、レースになってます。はい、で、そこでどこまで通用するのかはわからないんですけども、まあ、47歳のおっさんが、一発奮起して頑張っていきますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おはようございます、ストレンジモーターサイクルの泉と申します。本当にこの度はこういう機会を与えてもらって本当にありがたく思ってます。で、正直言って本当にどこまで通用するか全然、厳しいなとは思うんですが、まあ、せっかく本当に世界のトップライダー勢ぞろいみたいな場所ですので、なるべく盗めるところは盗んで、あとはそのレース形式とか、雰囲気なんかも、帰ってきてから皆さんにお伝えできればなと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。頑張れ。ということで、あの MC 忘れてました。あの、それと、あの、ちょっと、ま、あのレースのですね、マシンとかタイヤのちょっと説明なんですが、マシンはよろしいですか。あ、タイヤ説ですね。タイヤはじゃあもちろんそのですね、日本が誇るゲコタで、前後ゲコタですね、行かれるんですね、はい、つまりそのゲコタがどこまで、世界で通用するのか、はい、これを IRC の社運をかけて、行かれる。もし失敗しくったら社運的にはちょっとあんまよろしくない、はい、あのプレッシャーのつもりはないんですけど、説明で、はい、ただのプレッシャーです、ね、ただのプレッシャーですけどね、はい、で、あのレースは3日間ですかね、あ1日、あレース 1, で1日の中で予選決勝があるんですね、はい、で予選の形があのエンデューロクロス、そうですね、はい、エンデューロクロスのタイムを競い合って、最初の 100人ぐらいですかね、100名、80名、はい、世界から80名が、世界のですね、トップライダーに80名が集まりまして、そのうち決勝が、25名、25名決勝、あ、80人でまず集まって25人になって、それから15人、最終決勝ですね。その中にあのターディーとかあのジョニー・ウォーカーレベルの選手がゴロ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 いるってことですね、はい、これは、まあ、もしかしてあの決勝残る事態になりましたら、日本で帰ってこれないのもう世界であの活躍できるレベルになるという、定住していただく、ああ、そのままですね、ああそうですね、すごいです、すごい企画ですね、あ、まさかジーネとワンツーが世界にですね、はい、世界のトップ10に入るような走りになるとはですね、はい、はい、というわけで、あとなんか、ね、意気込みは終わりましたけど、あの目標順位とかまだ、あ、あそこは、あ、そうですね、はい、はい、予選、自分もまあ、あ、そうですね、自分はちょっと前海外行きましたけど、予選に残るかどうかはものすごいプレッシャーになりましたからね、もう触れてほしくないぐらいプレッシャーになりましたね、あ、それ分かってるんであえて触れたんですけど触れましたけど、はい、そのぐらいじゃ今プレッシャーかかっておりますし、まだ日にちがもうないですよね、1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいですし、これは随時また IRC のホームページからですね、出発から、出発からですね、全部飛行機の中から飛行機の中の状況から、なるべく、はい、頑張ります、何食ってるかとか、何時寝たとか、はい、長い、あ、すいません、聞いてますね、あ、そろそろミーティング始めろみたいな雰囲気になってきましたけど、はい、じゃあそういうわけでですね、皆さん、あの、Dネットの代表ワンツー2名がですね、
アメリカで、戦ってですね、弾けてきますので、皆さんどうも、どうぞ応援のほどよろしくお願いしたいと思います。皆さん、頑張ってください。頑張れー。